始まりました。キャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田康人さんがゲストを招きして対談していく番組となっております。ということで本田さん、はい、本田もよろしくお願いします。お願いします。はい、早速ゲストの方なんですけれども、はい、早速行きましょう。本田さんはやっぱキャプテンっていうところの代名詞があると思うんですけど、同じくキャプテンというところで魅力のある方をお招きしております。元日本代表の山口さん、皆さん今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあね、もっともよろしくお願いします。久しぶりです。キャプテンがね、キャプテンやってたチームでね、うん、キャプテンやったのが長いと思いますけど。そうですね。はい、はい。僕のそのこの YouTube の題名見てどうですか、キャプテン本田康人ってね、自分で言うのがね恥ずかしくてしょうがないんですよ。いやでもそうでしょう。やっぱり本田はやっぱりなんかね。ずっとね、鹿島でやっぱキャプテン、まあ、やってたしね。まあまあそうですよね。元さんもキャプテンっていうイメージは強いんですけどね。フリューゲルス時代ずっとやってた。そうだね、フリューゲルスも。まあ、だってその後グランパス移籍して、うん、最初はまあ大岩だったけど、うん、途中からちょっとやったでしょ。新潟でもやってたでしょ、うん、新潟でもやったね。なんかやっぱ本当そうなんだね。横浜 FC になったでしょ。だからイメージ強いんだよね。わかりました。はいはい、じゃあ佐々木さん、はい、テーマいきましょう。はい、今回の動画のテーマですね、1997年日韓戦のあの伝説のループシュートについて詳しく本人に聞いてみたとなっています。これね聞きたい。俺あの試合出てましたけどね、はいはい、あんまりこうやって聞いたことないんだよね、そのループシュートのことに関して。なんかいろんなところで多分話してると思うんですけど、はいはいはい、僕試合出てて、まあ、目の前で見ててちょっと鳥肌立ちましたけどね。はい、うん、まあそうだね、よく聞かれるけど確かに話とかってあんましたことないよね。そうなんですよ。そうそうそう、直接はねいろいろまあ現場であったりしてね、うん、あのたわいもない話はたくさんしますけど、何か言ったりとかね、うん、しますけど、その話はあんまりね、そうそうそう、したことないんで、うん、元さん的にはさ、うん、攻撃好きで攻撃上がっていきました状況でそうなっただけかもしれないんですけどね、うん、そうだから、うん、本当ねあの時ね正直なんか個人的には楽しかったね、そうね、多分本当は一番よく分かるけど、うん、あの時、3試合目だよね韓国戦ね、うん、はい、それまで、まあ、3バックだし、うん、まあ、組み合わせも、まあ、七海がボランチ気味だったのかな、まあ、そういう感じでやってて、うんうんうん、やっぱどっちかっていうと気を使って、うん、ちょっと重心後ろで、うん、って感じでしょ。そうですね、でもあの頃ってさ、ほら、まあね、これも本田用語があるけど、俺フリューゲルスとアントラスってよく争ってて、うん、はいはい、で、まあ、俺らはサンパイオと組んで、うん、でサンパイオがいるから俺は自由にある程度できて、うん、そうですね、はい、アントラスも、ね、点取ったりとかも、はい、いい思い出もありながら、はい、なんかそういうやられてるイメージいっぱいあります、ね、そのね、なんかあの韓国戦の前にいた準備のところで、うん、まあ、フォーバックでやりそうだし、うん、お、ホンダと組めそうだ、うん、これちょっと楽しそうだなっていうのがあって、うん、でもあの時もね、確かボール奪ってからなんだけど、あれもかなり高い位置取ってたもんね、俺ね、うん、そうですね、かなりもともとは。確かね、相馬からのボールをもらおうとしたら、うん、相馬がミスキックして、ポジョンにボール取られて、そっからだったんで、ね、うんうん、あそこまであんな高い位置行くのってほぼほぼなかったから、うん、まあ、ましてや、うん、韓国戦ですもんね。そう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 、うん、な、相手も韓国も中田だ、七海だをマークしときゃ大丈夫だぐらいのかというかね、うん、キャブン君が言ってて、そういうのもあったからさ、まあ、そうですね、まあ、僕としてはあのモットーさんとやるときはあの役割がはっきりしてるんで、あのやりやすいですよ。どうぞどんどん上がってくださいとか、うん、まあ、その辺はもうあのそんな話あんまりしたことないですけど、そうだ、ね、もう分かってて、逆に僕はあのアントラーズでやってる当時ジョルジーノがいて、そうだね、うん、だからもうどんどん上がってってるっていうバランスだったんで、だからそういう意味ではすごいやりやすかったんですよね、うん、そうそう、それで、まあ、当然前にばっか上がってちゃいけないんで、その戻る時とかもさ、なんか戻る場所が分かりやすかった、うん、本当だからやっぱり相手の最初のところを止めてくれたりするから、うん、あ、ここ戻りゃいいやとか、あとその、ね、プレッシャーとかかけるところもこっちに行かせれば、まあ、本田いるから大丈夫だろうみたいなのもあるし、うんうん、なんかそういうのって、まあ、もちろん本田ともそうだし、その頃のってなんか
話さなくてもそういう感覚みたいなのが分かり合ってたよね。そうですね、確認し合う必要性ないね。いちいちないよね。ないですね。うん、だからそういうのはなんか、うん、もちろん一緒にやって、あと対戦してて分かるわけじゃん。うん、本当はうちとやるときはね、まあ、ジーニョとかはかなり行ってたりバチバチやったり、俺なんかジョルジーニョってやってまたバチバチ大変で、なんかそういうのをやりながらお互いの良さ分かってたみたいな、だからそんなね本当に話さなくても分かってるみたいなのがすごいあって、でも韓国戦もああいう感じになって、まああとは奪った後はもう、まあでも本当に最初の時はもうシュートは全然考えてなくて、うん、最初多分ね前に右にロペス左にカズーがいたかな、うんうん、どっちに出そうかみたいになって、まあどっちかというとこうアシスト、ね、そうそうそう、そう見えて、うん、まあ、シュート打てるけど見えるからそこ出そうかなっていうタイプですもんね、うんうん、そうそうそう、そんなシュートドーンって打つタイプじゃない、そう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 でただポミョンボがいてこいつをどうしようかと思っての駆け引きだったね。でまあ裏をなんとかうまくかけて、うん、まあ、だからポミョンボは多分パスだと思ってたんだろうと、うん、でしょうね、あそれだけ逆つけてもう持ち出せた瞬間に顔を上げなかったけど、まあ、キーパーが出てるのが見えてたんで、見えたでしょうね、うん、見えてるから、うん、ただまあ普通に打つよりはもう上に上げるしか逆にないかなって言ったら、まあ、ものの見事うまくいったないって感じ、まあ、キーパーも多分こうパス選択してくるだろうで、そうそうそう、多分高い位置で取ってましたもんね、うん、多分ね、多分そんな感じだったと思う、うん、それを、まあ、見えてたとしてもね、あれができるのがねやっぱすごいんですよ。だからね、なんかちょっとしたそういうハイになってたというか、うん、やっぱりあの週って対韓国戦っていうのはなんか異常な盛り上がりだったし、いやもうねワールドカップ予選の1試合とかじゃないんですよね、じゃないよね、もう、うん、もうじゃない、もうこの韓国だけには負けれないっていう、うん、そうそうそう、モチベーション俺ら相手もそうでしょ、俺らもそうだったな、うん、いや韓国にで韓国を破んなきゃワールドカップいけねえだろみたいなあったじゃん、うんうん、だから余計そういうのでなんかそういう嬉しさとかなんかいろんな嬉しさがさっき言ったように、でしかもちょっと自分が得意っていうかできる攻めもできるだよしこれやっていうちょっとした範囲があったからパッと出たのかなっていう感じでした、ね、もっと違ったらもしかしたらあの選択はしなかったかもしれない。いやあれはすごかったな、鳥肌もんだったな。けどねちょっと、まあ、結果的に負けたんですよね、うん、だから、ね、何分までかな、あの鴨さん今でもねあれなんですけどなんでこの采配だったのかな、まあ、たられまって、ね、うん、よくありがちなんですけど、まあ、負けたからなんでって思うかもしれないし、うん、その交代とかのね秋田を入れたみたいなところを今、うん、周りがいろいろやっぱりなんであそこ秋田だったんだとかっていう人もいたりとか、うん、まあ、それはその時の状況で鴨さんが決断してですね、まあ、まあそうそう選んだことだからなんですけど、まあ、結果的にね、うん、ちょっと流れが変わったみたいなところあるじゃないですか、うん、なんかあそこでこうバタバタせずになんとかこう落ち着かせられなかったのかなっていうちょっと後悔あったりとか、うん、そうだね、だから俺もその時はなそういう思いもあったし、でまあどんどんいろんな、経験とか重ねてって、なんか逆にそういう戦いっていうかさ、その代表でなんかこう逃げ切る戦いとかあんまそういうシチュエーションを想定した、まあ、トレーニングもそうだしトレーニングマッチみたいなのってなかったよね。はいですね、うん、いやでもあの韓国戦の後、まあいろいろ衛星で引き分けたりなんかして、うん、鴨さんがね更迭されてとか、あの鴨さんがさ更迭された時モさんどう思ってました、どう思ったかっていうのは、うん、まあ、責任は感じたかな、まあ、俺はやっぱりフルゲスとも一緒にやってたし、うん、この親父とワールドカップ、うん、行くんだみたいなのもあったし、うんうんうん、なんだかんだ言ってねあそこで呼んでくれたのが鴨さんだしみたいなのあったじゃん、でねあの日の夜ね部屋に集まってあったじゃん、でもやっぱああいう時でもさ、まあ本田なんかもやっぱりああいう時にあやっぱりそう鹿島とかでやっぱキャプテンやってんなみたいなあったよ、やっぱこういうああいうので盛り上げたりとかさあったじゃん、言いてえこと言ったりとかさ、どういう言いてえこと言うの本田とか俺とかさ、まあまあまあ、逆に井原さんなんかこう周り見てね、そうですね、あのバランス、バランス、はい、バランスいい方なんで、ね、井原さんは、なんか俺なんか平気で言っちゃうからさ、いなかった最初あのカズさんとかヒテとかいなかったじゃん、で俺とか本田がさ、ね、あカズいねえのとか平気で言ってたもんね、はい、言ってましたね、呼んどこ呼んどこいみたいなさ、はい、だからああいう場所でやっぱ言いたいことを言わない、そうやっぱチームじゃないと思ってたから、うん、そうそうそう、だから、うん、俺もああいうの見たりとかしてやっぱこう鹿島が強い理由も分かるなっていうのもあったし、だ俺もね結構キャプテンと言われつつも最初の頃はやっぱり
俺より年上の人いたし、その後まあ代表とか入って経験も多少積んで、自分で、まあ、フリーゲーセン結構若いやつとかに厳しいことを結構言ってた時に、おっさんなんで そんな厳しいのって言われたこともあったり、うん、まあでもさ、東海大学とかのね、のぼりとか磯貝とかね、個性強いのばっかりまとめなきゃいけないでしょ。 それ言わなきゃでしょ。でフリューゲンス入ってゾロでしょ。そんな個性強いの服部とか言って、そんな個性強いのばっかりいたらさ、誰かが言わないと。まあアントラーズもそうでしたけど、うん、そうだったね、アントラーズもそうだよね。まとめる人がいないとか、まとめるにはね、やっぱ言わなきゃいけないっていうのはあったりし、人がなんかこれ言っちゃうと嫌われるかもしれないとか、なんかもう汚れ仕事じゃないけど、まあ、誰かが言わないといけないじゃないですか。うん、まあ、そうどっちかというと僕と元さんはちょっと共通点あるのかなとは思ってた、ね、だからなんかとりあえずで済ませたくないみたいなあったよね。うん、ありますね、間違いない、うん、それは、うん、いやいや、情報言っとかないとダメだろみたいなのあるじゃん、うん、そんなんで嫌われたって別に全然構わないですもんね、僕は。うん、全然気にしないけどねみたいな、うん、まあまあ、あの話を戻すと本当にその韓国戦の時はまあそんな感じでした、ね、だから、うん、あのループシュートって、まあ、その後もいろいろ、でもあなただって本当すぐそんなの噛み締める間もなくすぐアウェイ行ってたからね。いやいや言ってましたね。もうそれがね、予選ですからね。いやでもあの予選はちょっと異常だったじゃん。異常ですね。今後ないでしょ、だってあんな2ヶ月ぶっ通しの予選って、はい、すごいあれね、確かに。だってあの時だって J リーグも全部出なかったしね、うんうん、J リーグやってんだもんね、こっちで。スケジュールめちゃくちゃですよね。スケジュール、まあ、あれ僕が決めたんで、スケジュールめちゃくちゃ。でも俺ら別にさ、なんかファイトだとかしんどいとかさ、スケジュールなんとかしろとか、なんかそんなことをなんか一言も言わずにこなしましたよね。いや、それが当たり前だと思って。変な言い方で、今で言うそのコンディション調整とかそんな言葉ぐらいが知らなかったりとかあったじゃん。そうですよね、だって、うん、俺ら全然平気でしたもんね。いや平気だったし、平気な選手が多かったですよね。楽しかったよね、だから、うん、次々試合来るから楽しかったでしょ、うんうんうん。いやー、まあ、J リーグに話をねちょっと戻すと、うん、やっぱフリューゲンスが亡くなったのはちょっと衝撃だったんですよね。本当、うん、まあ確かにね、あのやっぱあのメンツで戦ってる時代を経験してる人間としては、うん、やっぱね、ああいうこう出来上がったチームがやっぱ亡くなるっていうのはちょっと正直ショックでしたよね、うん、だからでもすごいなと思ったのは最後優勝したじゃないですか。あ、まあ ね、まあ、あの時もまた望みがちょっとね、存続の望みちょっと薄いながらも可能性をこう秘めたこう最後のもがきじゃないですけど、うんうん、まあそうだね、あがきだったね、本当にあがき、うん、何か起きんじゃねえかなと 思いながら、うんうん、起きてほしかったな。お父さんも嫌でしたけどね。そんなにマッチアップみたいなしないからね。マッチアップはしない、だから、うん、見てるじゃないですか。いや、うん、いやらしいプレーばっかりしてない。だから流れだよね、流れを見るよね、だからね。いやだから、うん、特に、まあ、磯貝とかもそうなんですけど、なんかアントラーズとやるときなんであんな楽しくやってんだろうかなっていう風に見えちゃう。強いチームとやると楽しいんでしょ。楽しい、上手い人はそうなの。プラス鹿島スタジアム楽しいみたいな。だから何このスタジアムだってた最初の頃ね、うん、まあまあまあ近いしね、うん、だってね、あれだよ、俺 J リーグの初ゴールって鹿島スタジアム。あ、そうなんだ、うん、それで、まあ、ミドルシュート決めて、その後にどこだったっけな、熊本かどっかでやった時に、うんうん、まあ、その時俺はキャプテンジーゴさんだったから、うん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 、ジーゴさんにその試合前は握手して、まあ、ポイントした時に、うん、いや、あの今日は決めんなよって言われたのが超嬉しかった、うん、覚えててくれたんだみたいな感じで覚えててくれたんだみたいな。ジーゴの記憶力すごいですね、うんうん、すごいよね、はい、でもまあ鹿島スタジアムは好きだったね。鹿島スタジアムと鹿島、あれは95年のレオナルドがリフティングで決められたのはどうでした？あれね、俺ね出場停止いなかった。出てないんだな、お父さん。だからね、よく言われるのはね、いやいや俺がやったら俺止めてたからっつってなるほど、あ、そうだ、もしかしたら出てないんだ。でさ、あの時ね、確か、うんうんうん、そう、背番号多分武雄が出てたんだよ。で武雄もやっぱりものの見事に外されてるから、いや俺だったら止めてるからあれやられる前にあれやられる前にあの蹴ってファウルしてるからっつってなるほどなるほど、そうかそうか、そうだね、出てないんだ。出てないね、あれ確かにね。じゃあ何、もっとどこで見たの？テレビで見た？あれテレビ、あの時ってアウェーだからあんまついてるとかってなかったね。テレビ見てて、
何だいあれってなってやられてるいやイラついててなるほどなるほどかそう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 いうの、なるほどなるほど、まあ長々といろんな話、もう本当楽しい話を、ね、まだまだしたいところなんですけどはいはいはい、今回はこの辺で、もっとまたちょっと次回また違うテーマでちょっと、はいはい、あぜひぜひやりましょう。佐々木さんこんな感じで、はい、大丈夫かな、はい、うん、はい、大丈夫です、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、また次回の方でも別の話をしていきますので、はい、もう全然、はい、はい、やりましょう、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、はい、お願いします。